ですね、4月1日にリニューアルオープンさせていただいたんですけれども、今までは映像を全身で体感いただくといったことがメイン の施設だったんですけれども、今回そういったもちろん映像でご体感いただくのはもちろんプラスアルファでリアルな動物というところでデジタルとリアルを調和したような施設に、リニューアルコンセプトを持って、改装をオープンしたという感じです。やはりこういった商業施設の5階という場所にですね、こんな生の生態たちがいるっていうのはあまり想像もつかないかなと思うんですけれども、リアルな動物たちがいて、さらにそれを実際どういう生活を自然界だとしているかっていうのを映像で見ていただくことができるっていう、両方の側面から動物とか自然に触れていただけるっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思っております。ですね、やっぱり動物たちと近さというところはお客様が最初にびっくりされているポイントですね。フクロウとかも置物と皆さん間違えられてたりするんですけれども、本当にあの距離あの近さでご覧いただけることっていうのはなかなか動物園とかでもないんじゃないかなというふうには考えております。シアターは先ほど少しお伝えさせていただいたミーアキャットですね。実際ミーアキャットの映像も今シアターの方でやっていて、はい、実際にミーアキャットがどんなものかってなかなか知らない方々にリアルなものと一緒に楽しんでいただくことができます。実際にここ専用このシアターのために撮り下ろした作品でもありますので、非常に迫力をお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。本当に国内最大級の幅40メートルで高さ8メートルのスクリーンがありますし、後ろにはリアスクリーン2つありますので、包まれているというか、はい、全体を包囲されたような感じでシアターをお楽しみいただけますし、特殊装置ですね、立体音響とかフラッシュライトとかそういった特殊装置も備えていますので、本当に全身体感でお楽しみいただけるんじゃないかなと思っています。ご覧いただいて分かるようにですね、本当に小さいお子様からでも触りやすい動物たちもいますし、逆にですね、年配の方々ですねという方も非常に多くいらしていて、こんなになんか年齢層の幅の広くお楽しみでいただけるところというのはなかなか少ないんじゃないかなと思ってるんですけれども、しかも商業施設というロケーションだったりですとか、あと駅直結というところもアクセスも非常に便利ですので、本当にお買い物のついでであったりですとか、デートのついででも結構ですし、皆様が足を運んでいただきやすい環境に整えてまいりますので、ぜひご覧いただければなと思っております。